今までラインダンスでやってきたんですけど、なんか輪になって踊りたいっていう気持ちがあって、でステップじゃあ行きますね。ステップ右に行って左に行って、これの繰り返しなんですけど、いいですか。で、今参加してない人も、輪の外側で一緒に踊ってください。ステップがこうですね。ワン、ツー、スリー、フォー、右、で、今度左、ワン、ツー、スリー、フォー、で、右、で、ツー、スリー、フォー、はい、左行きます。ワン、ツー、スリー、フォー。これだけなんです。右行って左行ってっていうところだけで、一回だけくるっと回るところがあるんですけども、出だしは海を旅してます。それで、カヌーで漕ぎます。次、平泳ぎ。クロール行きます。いい感じですね。いい感じですね。はい。これが1番、2番、3番、4番、全部歌詞の始まりにつきます。で、ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシアっていうのを歌いながらいきましょう。ワン、あ、ツー、え、ワン、ツー、スリー、エン。ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシア。平泳ぎ、ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシアフリーウェイ、クロール、ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシア、パン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 ですね。これが、1番も2番も3番も4番もこれで始まります。で、簡単に手いきますね。同じ屋根の下に俺たちはいるの、同じ屋根の下、これ手話で暮らしてるって意味らしいです。で、同じ潮の道にヤポネシア、ここのところ行きますね。同じ屋根の下に俺たちはいるの、同じ道、潮の道に、2回これをやって、ヤポネシア、これが海洋です。ヤポネシア、はい。で、おばあたちもお姉たちも、女性はもうこの2階ふわふわっていう感じで、はい。おばあたちは今日も井戸端会議、やらぶの木ですね、やらぶの中に部落、ヤポネシア、いいですね。で、歌詞が終わったら必ずこれが来ます。Hey my me my, oh my me my, oh my me my, ヤポネシア。ここもステップですね。One, two, three. Hey, hey my me my, oh my me my.オーマーミマイヤポネシア、タタタタタタタ。で、8カウントずつ、4つの方向に、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー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 。
パパ、四つの方向に、進んだら次2番なんですけど、2番の始まりはヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシアフリーウェイ、カヌーでいきます。ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシア、平泳ぎ、ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシア、みんないい感じですね。ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシア、トゥン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 。2番目、子供たち、子供たちはこのぐらいの背の高さだと仮定して、3人ずつ右左にいる。子供たちはみんなその熱い胸に愛を、片手くるっと回して呼びに来たの。ヤポネシア、娘たち、これです。娘たちよおいで、裸足の、こっちだ、裸足のままで、ちょっと待ってください。子供たちはみんな、ワン、アツー、ワン、ツー、スリー、エン。子供たちはみんな、その熱い胸に、愛を呼びに来たの。ヤポネシア、娘たちよおいで、裸足のままで、青野外草を踏みしめて、ワン、ツー、ヘイマイミマイ、オーマイミマイ、オーマイミマイ、ヤポネシア。どうみんな調子は？ありがとう、ついてきてくれて、イエイ。はい、で、4つの方向ですね。タン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 、パパン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、パパン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、パパン。ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシア、歌いましょう。ヤポネシア、ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシアフレイクロール、ヤポネシアフリーウェイ、ヤポネシア、タン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 。ナンバー3、バカモリコーモ。このくるくるパーをしたかったんですけど、くるくるをするしてる時間がないので、バカもメガネをこうちょっと上げる感じで、リコーもみんな同じ潮の流れ、これ2回やって、揉まれながら、揉まれながら行くの。ヤポネシア、ヤポネシアって聞いたらヤポネシア。ここがね、この歌の真骨頂なんです。メッセージ、プルトニウムの花、プルトニウムの花、プラスチックな心、なるべくもう四角を作ってここにはめ込んでください。で、プルトニウムの花もプラスチックの心もこの道に入れるな、ね、この道に入れるな。ヤポネシア、ヘイマイミマイ、オーマイミマイ、オーマイミマイ、ヤポネシア、トゥ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 、4つの方向、タンタンタン。ヤフリーウェイって なって、歌詞の一番初めはヤポネシアで始まって、4番目来ました、4番目来ました。たどり着けなくても、あの青い空に、あの遠い自由、ヤポネシア。もう一回、たどり着けなくても、あの遠い空に、あの遠い自由、ヤポネシア。これが4番で、で、ヘイマイミマイがあって、4つの方
向で、でここで4つの方向終わりました。4番の皆さん旅に出かけます。はい、輪になってキャンファイヤーを囲んで輪になって踊ってますよね。ラインダンスがいい、輪になるのがいい。火の粉も飛んでるけど大丈夫かな。どう、輪がいい。じゃあちょっとね、今年ちょっと輪に挑戦してみましょう。つながり合いたいんで、顔を見合ってね。で、ジャーニーに出るんですけど、あの真ん中火があるんで危ないから、外向いて座ってる人とかね行って、で出会った人とハイタッチで、そうです、充電し合ってください。ハイタッチで充電し合った後は、旅のエンディングは今度はもう自家発電に来ます。自家発電は今度出会った人にフラッシュフラッシュフラッシュ、はい、でフラッシュの旅が終わったら今度はヤポネシアに戻りまして、そしてエンディングですね。はい、ありがとうございます。ミニレッスンでございました。ほまいかいけまいるなまいえよなめやふなのえよなめれというチャンティングでございました。今からあの私バクとどうやってつながったかっていうお話をちらっとしたいんです。それはあのジョン・レノンのイマジンなんですけれども、私が一番初めにフラーを教えたのはあの北カリフォルニアのハンボルトにあるあのウェイディ・グレイビーっていう人のキャンプなんですね。でそのキャンプがあのとてももう全部ソーラーシステムで動いてて、でこのバクの会場とすごい雰囲気が似てるんです。で、そのウェイビー・グレイビーっていう人は、グレートフル・デッドっていうバンドの楽屋裏でいつも対大のつなぎを着て、それでシャボン玉吹いてる人で、で人を笑わかせながらあの政治風刺する人で、もともとはビートニックの詩人で、でその方があの1969年のウッドストックのコンサートで司会をやった人なんですけど、その司会をやった時にコンサート会場でまかないさんの仕事をしてたジャハナラさんという人と恋に落ちて結婚しました。で結婚して2人が始めたのが、ネイティブアメリカンの人権運動であったり、それからネパールとかあのガテマラの鉱山に住む特有 の目の病気があって、それでネパールのこの寺院 の目がこう2つあって第3の目がついてる、その T シャツをあのデッドの会場で売って、でその売り上げをその医療費にしたり、それからあの1970年にキッズキャンプを森の中で始めたんですね。
で、その森の中でフラを教えたのが私の初めてのフラの仕事でした。で、その後、でそこでなんか学んだのは、なんか踊りとか詩の朗読とか歌とか、なんかサーカスアートもあったりして、なんかそういうこう特技を生かして、なんか政治、ね、社会、社会に自分のメッセージを発信していくっていう感じのなんか気風で溢れてて、私はなんかその影響を知らず知らずのうちに受けちゃったのかなと。で、ウェイリー・グレイビーのいつもの口癖が、あのみんなリラックスして聞いててくださいね、こんな感じなんです。 You can be a rainbow っていう、あの君もねレインボーになれるっていう。で、あの虹色のね、どの色が欠けても世界は病気になってしまうっていう、あのメディスン、あるメディスンウーマンが言ったそうなんですけど、で、まあ、あのその後に私は、サンフランシスコ の、 あのレイニーカレッジっていうコミュニティカレッジで、あの、まあ、いろんな世代とかいろんな人種がいるクラスでフラを教えて、でバークレーハイスクールで教えたりして、で日本帰ってきました。で、2010年にいきなりあの道を歩いていたら、ジョン・レノンのイマジンにフラの振りがボボボッとこう降りてきて、それで、一番初めに踊ったのが明治神宮の命の森っていうところで、あの地球感謝祭だったんですけど、その次にあのヒューマン、あ、ビーンっていう明治公園であった直径36メートルのピースマーク の、 あのキャンドルを置いて、でそれを広島の原爆で残り火で火をつけて、でその中であのイマジンを踊ったんですけど、そんな感じで、その半年後にあの311が起きて、で福島の人たちが、霞が関の経産省の横に脱原発テントを建てた時に、そこでオープニングで私はイマジンを踊りました。でそのことによって、まあ、いろんなところに移住された福島の方とか、それから日本各地で ある脱原発集会とかハロー集会でイマジン踊るようになり、広島の日はあの最近踊った日ですけど、長崎の日とか沖縄慰霊の日とか踊るようになりました。そしてバクで、まあ、元住人の愛ちゃんという人が私からイマジンを習ってくれて、そしてバクの話を聞いてまして、そして初めて私がバクに訪れたのが2013年でした。で、いわき行きのバスの中で、ボブさん、内田ボブさんのヤボネシアフリーウェイっていうのを聞いてたんですけど、それで、あ、こんなに楽しい曲なのに、これってノーニュークスのメッセージじゃないって、思いまして、で、あーっと思ったら、そのバスの中でヤポネシアフリーウェイの振りがバラバラッと降りてきて、そしてその年にあのバクで初めてヤポネシアフリーウェイっていうのをみんなで踊ったんですけど、今日みたいな感じで、踊ったんですが、今日は初めて輪になって踊っちゃうぞ、みんな協力してね、ありがとうございます。じゃあ今からイマジンを踊ります。イマジンの後は私が竹笛を吹くので、ゆうきくんとかあとじゅんちゃんとかも竹笛ボーボー吹いてくれるので、その竹笛がボーボー鳴ってる間に、キャンプをファイヤーを囲んで、みんな輪になってスタンバってください。スタンバってくれる？ありがとう、ありがとう。じゃあ、音響さん、イマジンかけて。Thank you.
思いは一つ、核はいらない、もっとラブが欲しい。Thank you.
やぼねしやフリーウェイやぼねしやワンワンやぼねしやフリーウェイやぼねしやフリーウェイやぼねしやフリーウェイやぼねしや Yeah.
夜見えねえだよ、ね、いい調子ですか。おいや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 、マヨネーズっぽいじゃないですか。ありがとう、皆さんの幸せを祈ります。